F 級潜水艦はアメリカ海軍の潜水艦の艦級。1909年にエレクトリックボート車で設計された。本級は同車で建造された C 級潜水艦及び D 級潜水艦とよく似た艦姿であった。全長は D 級よりもわずかに長く4隻が建造された。本級の船体は単線部角構造であり、縦軸に沿って 円形の断面を持っていた。全長は142フィート6インチであり、全幅は15フィート7インチであった。本級及び e 級潜水艦はエレクトリックボートで建造された艦首水平打を持つ初の艦であった。船体は以下の3つのコンパートメントを含んでいた2機のディーゼルエンジンは共通の軸に接続された。推進軸はモーターを回転し、 充電用の発電機を動かした。バッテリーはゴムに覆われた、オープントップの鉄製容器に、セルが収められた。F 級の計画図面ユニオン鉄鋼所建造収益。1912年6月19日、1917年12月17日。回マイナス3と衝突し沈没。1911年11月17日解消。名の由来は行為を中心に、船属。 白蓮属など、小イカ淡水魚の一部の総称。ユニオン鉄鋼所建造収益、1912年6月25日、退役、1922年3月16日1911年11月17日、解消。名の由来は、カマスカに属する、大型海水魚の総称。モーガンブラザース建造収益、1912年8月5日、退役。 1922年3月15日、1911年11月17日、解消。名の由来は、川かますかに属する中型、小型バイクに加え、大型バイクの幼魚の総称。モーガンブラザース建造収益。1913年5月3日、1915年8月31日、演習時に浸水沈没。 1911年11月17日解消。名の由来は、ガンギエ目、ガンギエ科に属する、エイの総称。ありがとうございます。